昔、阿良探知、誰が困らせようとしても一向に困らせることのできない最智の優れた青年があったそうな。その男は男の親を養っていた。そこで殿様が自分が一つ困らせてやろうと言って呼ばせた。呼び出したところが、そこへニヤニヤ笑いながら来たので、お前うちの馬に子を産ませてくれないかと言うと、はいと言ったので、ああこれはよかった、この馬が子を産んだらお前にその馬をやろうと言って男馬を渡したところが、はい私が子を産ませますから11ヶ月目には見に来てくださいと言って、その馬を引いていった。殿様はどうして産ませるつもりなのかなと思い、本当にこの馬に産ませよ、はい産ませますと言って、それから11ヶ月経ったところが、殿様明後日は馬を見に来てくださいと言って使いが来た。殿様は男馬を持たせてやったのに、これは一体どういうことかと思い、お供を連れて見に行ったところが、青年は少しだけ戸を開けて顔を覗かせていた。人が来たら戸ぐらいは開けないかと言うと、いや今宿が開けられませんので我慢してくださいと言う。どうしたのかと聞いたら、実は今じいさんがお腹が痛いと言って急転しているのですよと言う。なんでどういう腹痛みか、どれ自分たちも部屋に入れてみようと言った。はいでは入ってみてくださいと言って、その戸を開けて入れて、じいさんが小腹が痛いというのでお腹をさすってやらないと子供は生まれないしと言うと、なんでじいさんが子を産むのか、お前は横着なやつだ、いやもうすぐ子供が生まれそうなんです、バカな男がどうして子供を産むものかと言うと、あなたが男馬に子を産ませよと言って私に持たせたので、私もじいさんに子供を産ませようと思っていたのですが、では男は子供は産まないのですねと言ったので、殿様もこれには参って、これは自分が悪かったと言って謝り、さてあの馬はどうしたかと言うと、馬を出してきましょうか、子を産ませようと思ってあんまり太らせて出すこともできないくらいです、さあ家の裏に回って見てくださいと言うので、殿様がその馬を見に行くと、その馬が暴れてクワッタンクワッタン裏板を蹴散らしたので、いやもうそれは男馬で子供は産まないからお前にその馬はやろうと言ってくれたそうな。それでやっぱり男は才智があるといいという話です。侍が妻と仲良く暮らしていたが、その侍が妾狂いしてしまったそうな。ネインゴロの家は山の上にあった。どんな寒い冬の夜でも本妻一人置いて、その男はネインゴロのところに通っていたそうな。ネインゴロというのはどうして悪い企みばかりするのか。こういうふうに言って奥さんを困らせて、もし答えきれない時には戻しなさいと男に教えしていた。本妻はどんなことを言われてもちっとも腹を立てないし、いい家から来ている女だけあって夫に対してもいつも素直に仕えているので、返そうにも返しようがなく、やっぱり一緒に暮らしていたそうな。男はネインゴロの家にずっと通っていたが、ある時そのネインゴロが、さあこれは世間にはないものだから、あなたの奥さんだって今度は困るでしょう、
そんなに困らない女って一体どういうわけでしょう。ではこう言いなさい。こんなに山を歩いているとお腹が冷えるから綿袴を縫っておけ。明日の夜からはそれを着ていくからと。そしてもし縫えないという時には、ではお前は自分の家に帰れとネインゴロがそう教えたそうな。ネインゴロに騙されて男が、お前明日の晩から着られるように袴綿を縫っておけと言いつけておいて、自分はまたネインゴロのところへ出かけていったそうな。綿ばかまなんてこの世の中にないものを縫えというが、これが縫えないと言って戻されるのも残念なことだ。物差しと反物とハサミを裁縫台に置いたままうつむいていたところが、ついうとうとと寝入ってしまったそうな。寝入ったところが、そこに神様が現れて、綿ばかまというものはこうこう縫えよ、そういうふうに縫ってゆくと綿をそれで包むようになるから、それを縫っておけと夢を見せたそうな。夢から覚めて、ああよかったと言ってすぐに布を断ち、よし自分が立派に立って明日の晩にはそれを着せて行かせてやろうと、あくる日の晩にはきれいに縫っておいたそうな。お前綿ばかまは縫ったか、今日からそれを着ていかんにゃならないんだがと言うと、はい縫いましたと。どれと言ったところが、裸になりなさいと言って夫の腹に履かせて、これが腹を温める綿ばかまというものですが温かいでしょうと言うと、ほほう、これは温かい、さあでは行っていらっしゃいと言って夫を送り出したそうな。そこでネインゴロの方が本妻の心優しく夫をいたわる気持ちに負けてしまって、もうこれで私は暇をいただきましょう、あなたの奥さんはこの世の中で知らないものはないので、明晩からは私が邪魔して心配かけてはいけないから、もう明晩からは来ないようにしてくださいと言って、そのネインゴロの方から身を引いたそうな。ご視聴ありがとうございました。お気に入りいただけましたなら、チャンネル登録、高評価ボタンいただければ励みになります。